Pipilius, Pokoro, Togolo, Pipilius, Togolo, Togolo, Pipilius, Togolo, Togolo, Pipilius.
Thank you. ¡Gracias!
新幹線のチケットを取ってくれたんだけどね、いつも私ね、マネージャーさんと隣の席に座ってね来てるのにね、今日はね空きがね、そこしかないとか、そこしかないずつできたから、私は一人で新幹線に座ったの。偉いね。2時間半一人で座ってたの、すごい。すごい。 はめられてるよ。私は褒められてるよ。褒められてるよ。褒められてるよ。私は褒められてるよ。褒められてるよ。 何もない日だ。 わあ、そんなこともできちゃうのかな。
踊れつながった今日は特別な日だって Yeah 思えるんだ些細なことってみんな褒め合えたらもっと人生を頑張れるかな口角を上に上げたらほらあ、ハゲハゲハゲやったい抜き放題だねハゲもいじれちゃうからな天才系念仏を唱えましょうパク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 98パクチーパク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 チーせーのパク褒められてる褒められてるよ私は褒められている褒められてるよ褒められてる褒められてるよみんなのことも褒めるよ大天使私
これ石田さんが描いた映画のさ主題歌です。よろしくね。レピ。はい、ちょっと。絶対ね。今絶対にさ出しちゃいけない曲を出しちゃった。はーい。佐藤です。
くれた言葉も私は文字らない。
ときめくことも
それじゃ。私はいつか恥ずかしがらずにラブソングを書けるようになりたい。今は恥ずかしくてあんまり書けないし、だけど今私が持ってる中で一番の自信作の一番嘘もこれっぽっちもないラブソングを今から歌います。聞いてください。みんなのことを思って作りました、本気のラブソング。腹が出てきたな。見て見て見て、ちょっと 見えるかな。これ足ちょっと押さえてて、私のほらもうちょっと足押さえててくれ、ほらすごい。今ね、引っ掛けることもできるんだけど、いくよ。おお、
ご解任おめでとうございます。オリーブオリーブ。さあ最近お腹かめたもっていうことで、それじゃあみんなでダイエットをしようと思います。いいですか？はい。それではスクワットをします。1、2。あらあら、みんなダメね、腕が暇してるじゃない。スクワットするときに腕が暇でしょ。だからね、そうそう、腕を回すの。ここに子供いるんだよ、可愛いでしょ。でも腕を回すんだよ。いや、1、2、3。あー、すごいね。バッチリ。お、できるかな。1、2。あー、すごいね。あー、幼稚園現場かな。かわいいね。それじゃ次の曲聴いてください。チコットバンブー。君に振り向いて欲しくて、春までにお腹をへこませると、将来のお嫁さんはおしゃれで綺麗な人がいいな。
の子天才系、奇跡神の子天才系、奇跡神の子天才系、奇跡神の子天才系。私は私有地の公園を制作することにします。ということで公園の名前を募集したいと思います。はい、前村公園、他には千秋公園、ちっちゃん公園、他にいいね、臨済県公園、他に吉田川公園、いいねもんじゃ公園、スギムパーク、めちゃめちゃ公園、スギムパーク、それだそれでは聞いてください、スギムパーク。一人部屋の中って何をしても寂しくなる時はいつも公園行って君のこと待ってるから、君は部屋の中うずくまって何をしても寂しくなる時はないの、そこ私の音が届いてるから、ああ
は毎日会いたいけど、みんなも私も別の仕事をしてるし、別のお家に住んでいるから、みんなが同じクラスだったらいいのに。明日は私は名古屋に行く。どうして大阪に一日しかいられないの。本当は毎日名古屋にいたい。大阪にも東京にも毎日いたい。47都道府県に毎日いたい。私が47にいたらいいのに。だけど一人じゃ全然追いつかない。それなのに今日まで待っててくれてありがとう。したばっかりなのに、どうして天才犬の人形を持ってるの。私の大丈夫のミュージックビデオの海のそばの橋みたいなところを現地に行って写真撮ってアップしてたやついたね。ストーカーなかしら。みんなは私のストーカーだけど私も結構みんなのこと好きで、みんなが思ってる以上にみんなのこと好きで、そりゃあ名前覚えてる人は全然少ないけど、顔見たら結構覚えてるって思いながら何も言わないこともある。今日初めて来た人もみんな全部ひっくるめて、私の大大大愛を届けたいよ。音がでっかくなってるけど、私の愛の方がもっともっとでっかいはずだから。これから私はメジャーデビューをする。みんなは私のこといつまで見てくれるの。私はいつまでも忘れないよ、忘れないよ。3年くらいは試練があるんだろう。きっとテレビ音楽番組とか厳しそうだな。 M ステでうんこって言ったらで気になるのかな。紅白でサーフしたらで気になるのかな。
私がメジャーに駆け込む。わからぬすぎて嫌になることもあるけど、みんなの顔を思い出せば何でもできる気がするよ。さあスーパーウーマンね。嫌なことがあっても頑張ってやればみんなが笑ってくれるはず。みんなの膝を砕け散らせたい、その一心で私もっともっと大きくならなくちゃ。世界の全米ビルボードを取るって目標に比べたらこっからなわけで、私にとって全然全然ゴールじゃないし、ここで1日くらいは喜ぼうかなって感じだし、それまでみんな私のことを見ててね。だって見逃せないくらいに変化をしていくよ。メジャーに行って変わっちまったななんて言われる方がマシだって、メジャーに行って変わらない方が嫌だ。私は台湾ライブの演者さんとか新しいインスピレーションでどんどん曲が生まれる。だからみんなと一緒にずっとずっと遊びたい。だってそれが曲になるし、だからこれからもマイムダチヤキの子育てをよろしくね。たまにぐずるけどさ、毎日毎日褒め続けて、でかい花火を見せてあげる、見せてあげるから。ドド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 ド
僕の子供たち、こんなに
成長してくれた姿を見せてくれてありがとう。また会える日まで楽しみに待っていてください。三年 B 組丸パチ先生。サラミナという曲でした。サラミナサラミナサラミナ、アンコールありがとう。サラミナサラミナ。それでは今日新規もいるということで私がライブで手応えがなかったと落ち込んでもネットでは良かったと書かれることもあります。今日手応えがなかったなって思うのはそういう日は対バンのライブの相手のお客さんに受けが悪かった時です。その時に私は手応えがないかもしれないって思います。でも受けが悪いって思ってるのは私の勝手だから、その人は真顔しか表情筋がない人かもしれない。その人がニコニコ見てなくたって心の中に響いてるかもしれないなって思って、そう気づいた日から私は自信を持ってもっと自信を持ってライブをしなくちゃって思うようになって、前はライブで全力を出すぞって思ってライブしてたけど、今は会場にいるやつ全員ボッコボッコのフルボッコで命がけて歌ってやるって覚悟が変わりました。多分見てる世界も変わりました。だから私はここでインディーズを卒業します。サラミナ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 ということで、これはサラミナという曲、言葉にはインディーズを卒業する、略してサラミナっていう意味が詰まっているか、よろしくお願いします。落ち込んでもネットでは良かった。
これ苦しいとしこと待ってたもん。もうちょっと振り回りたあまりません。ぐるぐる普段注意せがこんな私が会社を立ててこの世界にはまだまだ怖い何かが待ってるんだろうな。間違いだよね、私の夜のラーメン飲んじゃってでも後悔はしてないよ。それでお腹を刺さない。
本当の最後の曲をやります。 まゆむらちあきでした。 ありがとう。 もしもし亀よ亀さんよ、 これにて真夢の千秋店長は退出します。メロン。
死を願って気をつけ。ありがとうございました。顔3個ぐらいできるやつね。それではせーの3、はい。